そう。一人で喋るって難しいね。こんにちは。こんばんはの人もいるかな。元カリアゆいかです。この度 YouTube を始めることにしました。よろしくお願いします。喋ることがすごい好きで、のんびり喋ってみたいなと思って始めます。で、そう考えたんですよ。じゃあ何やりたいかなと思って、で、いろいろ考えて、私が30代のうちにやりたいこと100、ちょっと10だけども100っていうテーマをちょっと一本数字に立ててやってみようかなと思ってます。今思いついてるのは、この YouTube を始めるっていうのもそうだったんですよ。なんか楽しそう、なんか自由そう、新しいチャレンジになって思ってたので、もう一個叶ったのと、あとはちっちゃい時ピアノ習ってたんですよ。でもすごく苦手で、ちゃんと弾ける曲一曲あるかなって感じでやめちゃったんですよ。だからピアノをいつか一曲弾けるようになりたい。あとはバク転したい。あとはバンジージャンプしてみたい。結構ね、アクティブ系なんですよ。この間そのインスタのライブをして、その時に皆さんからこんなことを YouTube でやったらっていう風にたくさん言っていただいたので、それも読みながらちょっと進めようかな。リーナさんとの料理教室を見たいですって。お料理教室が本当に多いんですよ。そう、皆さんなんで私料理あれですよ。いや、するにはまあ食べられるから料理って言っていいですかっていうレベルの料理ですけどね。やっぱみんな料理するから楽しいのかな。あとね、歌、歌っていうのも多かったですね。歌う、そう、私歌手になりたかったんですよ。踊ってみた。ほう、踊る、うん、なるほど。踊るのも好きです。大好き。ちっちゃい時ジャズダンスしてたので、テレビとか見てて可愛いアイドルの方とかやと一緒に踊ったりする。質問ではないですが、ゆいかさんの爪が見てみたいです。爪、私ね、自分の爪好きなんですよ。爪がすごく弱くって、冬とか乾燥してたりするとすぐパキッて割れちゃうんですけど、2年ぐらい前からこの爪をケアするようになって、だいぶ強くなりました。普段は色とかってマニキュアじゃなくて、トップコート、爪を保護するこの、ちょっとわかるかな、透明なの塗って、オイルとかを塗ってケアしてます。これね、よく褒められるんですよ。綺麗な爪ですねって。そうなんですっていう爪、あ、すいません、爪ね。はい、これいいと思った。本の朗読、朗読、あと読み聞かせ、絵本とかの読み聞かせどうですか。いいですね。朗読好きなんですけど、朗読会とか朗読劇やったことないからやってみたいです。あとインスタのそのライブの中で、ゲーム配信どうですかっていうふうに言われたんですけど、ゲームがもうめちゃくちゃ苦手で、うちゲーム禁止のお家だったんですよ。だからゲームっていうものをちっちゃい時から買ったりもらったことがなくて、やる習慣がないから、友達に学生の時とか借りてやっても全然できなくて、人がやってるの見るの好きなんですけど、自分がやるのあんまりでって言ったら、もうその破壊的にできないところがいいから配信してみてはとか、トロンボーン聞きたいですね。あー、トロンボーンね、私もいつかもう一回吹きたいって気持ちありますね。シングガールズっていう映画の中で、私はトロンボーンを担当して吹いたんですけど、当時めちゃくちゃ練習して、で、映画が終わってから少ししてから NHK 交響楽団さんにお声掛けいただいて一緒に吹かせていただいたりとか、映画が終わってもこうトロンボーンとのつながりはあったので、ちょっとチャレンジ、うん、なるほど、いいですね。貫地谷しほりさんとのトーク、しーちゃんとのトーク、しーちゃんね、そうね、しーちゃん喋れたら楽しいね。いつかぜひここに遊びに来てください。バッティングセンター、バッ
ティングセンターね、割と打てる気がする。あの朝ドラ の, あのヒロインの子がやってるスポーツがソフトボール部だったんですよ。彼女が所属したのがソフトボール部で、なのですごい練習してましたね、素振り。ぬか漬けのやり方、ほう、ぬか漬けのやり方。え、ちょっと待ってて、今持ってくるね。よっ、やった、ただいま。あの、私のぬか漬けは超簡単で、じゃん、そう、タッパで作るんです。今日はね、もう引き上げちゃって何にも入ってない、こんな感じ。そう、冷蔵庫に入れます。で、きゅうりとかを入れてまた混ぜて、こうやってしまって、で、巻きしまう。だから、あの、私冷え性なので、冬とかこう冷たいから、あんまりちょっと触るのかなって思ったら、お休みしてて、なんかぬか漬けって毎日毎日混ぜないとダメみたいに言うじゃないですか。だから私はこの春ぐらいからだんだん漬けるようにして、冬とか寒くなってきたらお休みして、でまた復活してます。今日はね、もう食べちゃった、食べちゃった。今日はキュウリ、さっき食べました、お腹空いて、ちょっともう一個食べる。おいしい。ぬか漬けは妹に勧められて始めたんです、もうこの4年くらい。あとはね、モーニングルーティーン、モーニングルーティーンすごい流行ってますね、今ね。メイク動画、あ、メイク動画マイブームなどなど。はい、皆様リクエストありがとうございました。いいなと思ったものいっぱいあったので、ちょっと実現できるように。あと、そうだな、今日はこう第1回目だから、私っていう人をね、知ってもらおうと思って、今一番気に入ってるもの持ってきます。待ってて、よっ、ただいま。じゃーん、シーサー、これね、私が作ったの、超可愛いでしょ。あの、沖縄の旅をするっていう番組を、いつだろう、去年、違う、一昨年撮ったんですけど、そのロケの時にシーサー作りさせてもらったの。ポイントはね、この前髪がね、斜めで、目もね、片方がウインクでね、片方が開いてて、ベロもね、ビヨンって横で、尻尾も全部横、正対称じゃない感じ。しかもみんな似てって言われるの、めっちゃ気に入ってんの、このシーサー。これは玄関に飾ってます。あと、なんだろうね、あ、あれ持ってくる、ちょっと待ってて。ただいま。じゃーん、ナンタケットバスケットです。これは、あの、アメリカのナンタケット島っていう島があるんですけど、そこが発祥の伝統工芸品。これはね、大好きなの私、これ作ったんです。ありがとう、すごいでしょで、あの、お教室に通って、これをこういうのを作ってます。これは2018年作った。あと、これさっきのはウッドの縦軸、これはウッドじゃない、塔でできてる縦軸。こうやってね、春夏ね、持って出かけるの、すごいね、大好きなんです。これはお家に飾ってるヨットの模様がついてて、インテリア用。これはね、可愛いでしょ、クジラ、クジラがついた、この、あ、ちょっといろいろ入ってる、入ってるものはアロマオイルとかが入ってます。入れてる小物入れ、可愛い。こういうのを作るのがすごい好きです。これ自然の素材がすごい好き。こんな感じかな、お気に入り。この場所では自由にお話ししていきたいなと思います。では、私が、あ、そうだ、ここから私が一番やりたかったことをやります。いくよ。この動画が良かったと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
元カリアゆいかでした。またねー。